新型コロナウイルスワクチンの臨時接種会場が開設されたのは、札幌市中央区の札幌グランドホテルです。期間は今日から今月14日までの10日間で、4回目接種で1600人分、3回目接種で400人分の予約枠を設けています。抗体が落ちてきてるんではないかという不安がね、一部ありました。一安心し、なんとなく安堵感がありますよ。ワクチンは武田モデルナ社製で、電話またはインターネットから予約を受け付けています。